とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、季節限定装備を入手しに行こうと思います。昨日もやったんだけど、アップデート前だったので、アイテムが出なかったらしいのよ。これ、アップデートしてからやらないと、ダメだったみたいだね。とりあえず、ここに、行きます。ペットの数が3に固定とビーストボスのエンチャントを装備してるので、このゴーレムを2つ入れた装備、これでやっていきたいと思います。それでは早速プラス25いってみましょう。まあどんな感じだろうね。エンチャントの書を1個入れようかなと思ったけども、エンチャントの書はいらないでしょう。あれクールダウン結構長めだから、この装備にはちょっと向いてないかな。まあ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 、行きましょう。おい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 、いきなりそういうのにはめられるんじゃないよ。やられてんじゃないよ。まあ、基本、任せて大丈夫そうだね。やっぱゴーレムは強いもん。ゴーレム強い。こいつの、パワー255ぐらいのやつ欲しいな。まだね、248なので、249も持ってるかな。なので、ちょっと強いレベルのやつが欲しいところ。あ、全く問題なくいけるわ。さすがにさ、6体ゴーレム出してたら、さすがにいけるわ。これは。いけいけいけ。超いい感じ。俺が戦うまでもないもんね。あ、で、しかも、8!蜂もさ、3固定されてるから、めちゃめちゃ出る。これ重くなるんじゃないの？もしかして。すっげえ重くなってくるんじゃない？あとあと。あ、やばいやばい、危ない危ない危ない。おい。おい、ゴーレムたち。働かないね。働かないさんがちょっと出てくる感じだね、これ。ちゃんと働いて。働かないやつが、なんか、出てきてる。ダメだぞ、お前たち。ちゃんと、働かなきゃ。いけいけ。そうか、そうか、そうか。クールダウンがないから、最小間までの、時間がちょっと、あ、痛い。長いんだもんな。まあ、仕方ないか。え、なんか若干数減ってない？減ってない？あ、いや、一体やられてるかもしれん。一体やられちゃったか？いけー。お、危ねえ。もうこれ突っ込んでいいわ。全然突っ込んでいける。いけー。蜂もね、多めに出てくれるんで、これはいけるわ。しゃあ。もうね、新しい装備ゲットした人もこの動画出す頃にはもういるだろうね。もういるよ絶対。どうなんだろうね、使い心地は。危ない、死ぬ死んじゃうわ。危ねえ。え、やられてる。ゴーレムがやられてる。そうか、防護付きのやつはさすがにちょっと痛かったか。これやばいぞ。しゃ、 OK。あぶねえ。とりあえずゴーレムを新しく召喚、あ、いったしないとね。新しく召喚して、おいおいおい、いっぱい来ましたね。まあ、途中でね、トロッコに引かれたやつっていうのもいるし、まあ、そう気にせず行きましょう。全然いけてる、全然いけてるよ。ゴーレム来い。危ない。トロッコやばいからね。トロッコ要注意。よし。ではではでは。結構余裕でいけるってことが分かったから、危ない。ボスにそのまま行きましょう。あー、なんか、キャプテンがいる、キャプテン。これ新しいやつでしょ？ちょ、やばい。やば。なんかキャプテンがどっかにいる。え、どこ？
なんか倒したら追加報酬がもらえるっていうやつでしょ。え、どこだ。な、名前はね出てんのよ。いた。絶対強いっしょ。やばい、ちょっと、あ、やばい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 、俺のゴーレムたちが絶対やられる、これ。ちょっと待って、ちょっと待て待て、いや、キャプテン倒したいな。よし、いや、倒しに行こう倒しに行こう。まずちょっとゴーレムを新調しようかな、新しく。やっばん、これ HP1 だ、 HP1 だった、忘れてた。死んじゃダメ死んじゃダメ。よし、ボスのところまでは来た。でもあのキャプテンをちょっとなんとかしようか。やばいやばいやばい、まずこのゴーレムたちを新しくしたいんだよな。無理か、ちょっとあのキャプテンね、前もね、アップデート前も出てたけど、むちゃくちゃ強かったのよ。プラス25のキャプテンなんてもうとんでもない強さだったから、これいけっかな。まあまあ行ってみよう。あ、だいぶ減らしてるじゃん。オッケー、だいぶ減らしてる。あ、嫌がる嫌がる。よし、おお、あ、前ほど強くないぞ。なんか出た、脅威の旗っていうのが。え、脅威が増加したよ。いいの、なんかナイトモードみたいになるとかそういう感じか。なんか脅威の旗っていうのをゲットしたけども、まあいいや、そのまんまボス行きましょう。これ厳しいかな。いや大丈夫か、いけるいける、余裕余裕、このゴーレムの数だったらいけるっしょ。あ、むしろ動かない。ゴーレムに囲まれて動かない。よし、よっしゃー、ゲットです。ではこのまま、クリアにしましょうか。よしよしよし。なんだろうね、脅威が増加ってどういうことなんだろう。多分敵が増えるっていうことなんだろうけどね。とりあえずクリアです。報酬なんでしょうか。さあ 100% でしょ出るのは。え、シュガーラッシュ弓だ。ああ、なんか、ま、もう一個来たもう一個来た。あ、これキャプテン倒したやつじゃないの。わお、キャプテンの懸賞金、ゴーストリーアーマー。あ、でも黄金でもないのか。へえ、なんか追加報酬って嬉しいね。しかも結構強いし。シュガーラッシュって何？モブを怒らせて複数の標的にヒットする。え？このセット俺見たことあるぞ。ピンクスコーンドレルじゃないの？だよね。ピンクスコーンドレルの色がこの紫色になってるってやつか。はいはいはい。え、ちょっと待って、新しいスキルがあるぞ。何これ？リフレッシュ。モブを倒すと回復ポーションのクールダウンが短くなる。あー、なるほどね。でも3秒か。ちょっと使いどころが難しいやつかもしれないね。はい。まあ、とりあえず、シュガーラッシュ、ゲットしました。これを、なんだ、このミッションを7回クリアすると、マントが手に入るんだな。はい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 。わかりました。まあ、とりあえず今日はいろんなことがあったね。キャプテンも倒したし、うん、この新しいのもゲットできた。スキルもね、新しいやつを持ってる敵が出てきたので、うん、いろいろと増えてるっぽいです。はい。ではね、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。